皆さんこんにちは。今回は日本の伝統工芸品の中でも特に美しく繊細な高岡銅器について詳しく探っていきましょう。高岡市は富山県に位置し、銅器の生産地として古くから知られています。早速高岡銅器の魅力をご紹介していきますよ。高岡銅器の歴史は約400年以上も遡ります。江戸時代初期には加賀藩主が城下町の繁栄を図るため、7人の鋳造師を呼び寄せ、現在の高岡市金谷町に住まわせたのが始まり、伝統的な技術は職人から職人へと継承され、今日まで受け継がれています。高岡銅器はその歴史的背景からも日本の伝統工芸品としての価値が高く評価されています。高岡銅器はその美しい彫刻や装飾が特徴です。銅を板状に打ち伸ばし、それを熟練の職人が細工し、彫刻や模様を施します。銅の柔軟性と耐久性を生かしながら、職人の技術と繊細な手作業によって、高岡銅器はその美しさと独自性を発揮します。ここからは匠ジャパンで掲載中の作品をご紹介いたします。高岡銅器では銅像なども有名ですが、香炉も有名です。花入れもきれいに彩色されたものが多いです。文鎮のような小物でも繊細な彫刻がされています。本日ご紹介いたしました作品はショップから直接ご購入いただけます。他にも素敵な作品を揃えていますので、概要欄のリンクよりお待ちしております。